ねえ、マイルドピンク、なーに、マイルドオレンジ、最近どのシャーペン推しなのよ。ほんとあんたはこの手の話が好きね。あんたも似たようなもんでしょ。まあそうだけどね。あんたから言ってよ。最近はスマッシュくんがかっこいいなって思ってる。先金とグリップが一体化してて書きやすいってご主人も褒めてたからね。ご主人受けがいいのはポイント高いね。そうでしょ。低重心なところも押せる。フラフラせずにどっしり構えるいい男って感じ。ちなみにあんたはどうなのよ。私はステッドラーくん一筋ね。なんといってもドイツ生まれのあのルックス、初めて会った時に衝撃を受けたの。顔が真っ赤になっちゃってマイルドレッドになるかと思ったわ。何それ、意味わかんない。例え話よ。それに私はあんたみたいにオレンズネロ君素敵って言ったかと思えば、スマッシュ君かっこいいになってるような爆速推し変女じゃないのよ。私はオレンズネロ君はどうしてもお高いイメージが拭えなかったの。私にはスマッシュ君しかもう見えません。声が大きいって聞こえちゃう。私は生涯スマッシュ君を推し続けると宣言します。今回は本気です。てかさ、今ご主人が新しいシャーペンの試し書きしてるよね。アマゾンからやっと届いたって言ってたね。宿題に手をつけず1時間も試し書きしてるけど、またママさんから怒られるんじゃない？ってことはさ、後でご対面するってことよね。あんたステッドラー君一筋じゃないの？なんかそういうの引くわ。違うって、そんなんじゃないけど、なんか気になるのは気になるじゃん。はあ、これだからピンクは誰が来ても私はスマッシュ君一筋です。あんただって少しワクワクしてるでしょ。あ、チャックが開いた。私にはステッドラー君しか見えないけど、まあお手並み拝見ね。今日からお世話になります。壁子スペシャルと言います。よろしくお願いします。で、ちょ、マイルドライナーオレンジです。壁子くんって呼んでいいですか？この筆箱の中案内しますよ。そこにいるのが推し変しまくりピンクです。その黒いボディすごくかっこいいですね。そこにいるのがオレンジとかいうよくわかんない色してるやつです。私が案内しますね。あんたは教科書でも言っててよ。壁子くんどこ出身ですか？スマッシュ戦。うん、ステッドラーどうした？今月の筆箱総選挙、お互い頑張りましょうね。そうだな、頑張ろう。